皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立沼津工業高校を紹介します。沼津工業高校は、学科が5つあるんですけれど、これをくくり募集します。くくり募集というのはそれぞれの科に分けないで全体でひとまとまりで募集する、こういうことです。1年生の前期は全ての工業科を、ね、体験して、その後で、自分の適性とか興味を考えて学科を選ぶと、こういう方法をとっています。で、まず工業高校、21世紀のエンジニアを育成する高校で、定員は200名です。で、倍率、今年の入試では 0.92 倍でした。では次は科を紹介していきます。機械科、これは機械の基本技術から自動車とか工作機械、コンピューターまで、ね、ものづくりについて広く学ぶ科です。2つ目の科は電子ロボット科です。こちらではロボットの開発に必要な先端技術、これを学んでいきます。3つ目、電気科、こちらは電気の発生からその利用まで広く学んでいく科です。で、建築科、建築設計から、施工に関わる仕事まで幅広く学んでいきます。5つ目、こちらは都市環境工学科です。この科では地球環境を守る技術、これを学ぶ科になっています。今回は沼津工業高校、こちらについて紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。